おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ2499です。はい。今回紹介するのはですね、前回紹介しましたデアゴスティーニの週刊ナイトライですね。こちらの続きとなります、9月編の2回目ですね。これをちょっとやっていきたいと思います。で、前回はですね、3号と5号とね、2つやりましたけど、今回はですね、単品で結構ね、ボリュームがありそうということで、こちらね、単品で紹介していきたいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね。デアゴスティーニの週刊ナイトライダー。こちらの4号ですね。これをちょっと作っていきたいと思います。で、こちらですね、見ていただくとね、わかる通りなんですけど、フロントではなくね、バックショットっていうね。で、一応メインとなるね、こちらの部分がね、光っておりますけど、まあ今回はここをね、やっていくという感じとなっております。まあ、書いてある文字とかね、これに関しましては大体いつもと同じになっておりますけどね。一応こんな感じですよ。で、横を見るとこんな感じですね。週刊ナイトライダー。裏がこうで、いつもとね、共通のことが書いてあると。まあドアやボンネットなど全6箇所が開くとかね、一応こんな感じですよとか。で、反対側、こちらもね、いつもと同じ。上と下。これもいつもと同じです。で、まずこちらですね、ペラッとめくりましてね、ここのところで冊子が入っておりまして、ここですね、これを見ていただきますとこんな感じで、ここのところにね、ダッシュボードとかが入ってますよと。で、ここですね、まずは、今後の提供パーツっていうのがいっぱいずらっと載っておりますのでね、これは後で見ていきたいと思います。で、これなんですけど、ここですね、こちらのところにハンドルがあるんですよね。で、こことこことワンパーツ入ってるんですけど、ここの部分の組み立ての説明書っていうのが、こちらの中じゃないんですよね。ここのところをね、ちらっとだけ見ると、ダッシュボードとかね、ありますが、これちょっとね、後で最終的にもう一度ね、確認していきたいと思いますが、ここですね、こちら、ステアリングインジケーターとかね、こういう風に書いておりますけど、ここの部分の組み立てに関しましてはね、5号ですね、でやると。ただ、5号では特にね、組み立てる指示にはなってるんだけど、5号のパーツと組み合わせるとかね、そういうわけではないんでね、別にここで紹介してもよかったんじゃないかなっていうね、そんな感じのものとなっておりますよと。はい。ではですね、早速ですね、こちら上から開けていきましょう。ここですね。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。まあ、これに関しましては、ね、先ほど見たやつと基本的に変わっておりません。で、ここのですね、ステアリングコラムですね、まあ、ハンドル。ここの部分はね、今回作っていきたいと思います。はい。一応ね、こんな感じで収まっておりまして、とりあえず冊子の方を軽くいこうかなと。一応こちらがですね、説明書兼冊子ですね。で、これね、中身に関しましてはね、まあ、買った人の特典ということで、ね、ここ飛ばさせていただいて、ここですね、内容ですね、ここのところに、ダッシュボードから GM ビスっていうね、ここまですごい番号がありますけどね、一応こんな感じのパーツが入っております。で、まずですね、ボイスインジケーターですね。まあ、こちらのパーツを作っていって、裏側にね、こういう風に組み付けていって、ここのボイスシンセサイザーパネルですね、これをつけるよと。で、ここのところね、パネルパーツを作っていって、で、裏側とかね、いろんなところに組み付けていきましょうと。で、これができて、これで完成と。で、ここですね。ステアリングインジケーターっていうのもありますけど、とりあえずね、ハンドルに関しましてはね、先ほども言ってる通り、ここで作ってしまって何の問題もないはずなんでね、なぜ事後に回したのかがよくわかんないですけどね。まあ、一応こんな感じになっておりますので、まずこちらですね、ケースから出して、パーツ一式ざっと準備してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。まずこちらですね、この一番でっかいやつがダッシュボードですね。そしてこれがサイドパネル。で、インジケーターケースっていうのが、これかな？いや、違うな。インジケーターケースは、この辺だと思われるんですけどね。あ、これだ。こっちですね。これがインジケーターケースですね。そしてディスプレイケースとかがこの辺にありますよと。で、インストルメンタルケースとかね、この辺があって、ボイスシンセサイザーケースっていうのがこの辺ですね。あとこの辺となっておりますよと。で、このところにね、パネル系があって、ここのところですね、この2つ。これがステアリングインジケーターケースって書いてますね。はい。一応こんな感じのものがあって、ネジ関係。そしてこちらがハンドルですね。ステアリングコラムと。こんな感じとなっております。で、まずですね、組み立てをね、いきたいと思いますが、ここの部分に関しましてはね、後でもう一度言いますけど、本来は5号で組み立てる内容となっております。まずはですね、ボイスシンセサイザーケースっていうのを作りますが、それがこちらですね。このパーツの空洞をね、自分側に向けてあげまして、ここにね、スペースがありますと。ここの部分に対して、こいつをですね、同じような感じで、ここに入れてあげるよと。こういう風に差し込みます。まあ、空洞がね、こういう風に見えるようにしましょうかと。で、これができましたら、ここですね、一番のここの部分。ここに対して、この長パネルですね。これが入りますよと。で、先にですね、こちらのダッシュボードの方に、こいつがね、ここにはまると。
で、この時向きが決まってきますんでね。まあ、向きをね、こういう風に確認した方がいいと思いますからね。こんな感じで配置してあげまして、こちらのパーツを使って固定すると。で、こういう風に乗っけてあげますよと。で、これですね。2個ネジを使って固定しますが、その時に使うのが BP というネジですね。今回 BP というネジがいっぱいありますんでね。これでいろんなパーツを固定していくんでしょう。このネジはね、なくさないようにちょっと注意しながらね。とりあえず今は2個だけ使いますんで、こっから2個出してあげましょうと。で、このネジをですね、先ほど言った場所を使って固定しましょうかと。で、こうですね、ズボッと差し込んでネジ込んでいくと。で、こちらのですね、ダッシュボード、プラ製なんでね、ねじ込み方ね、失敗すると白化したりとかね、割れる可能性がありますんで、十分注意しながらね、ここにねじ込んでいくと。で、ねじ込みすぎるとね、ねじ穴バカになりますんでね、そこの部分も注意しながら、ここに頑張ってね、とりあえずねじ込んで、しっかりと組み付けると。こんな感じですね。はい。ここにこのパーツがつきましたと。で、これができましたらね、ここの部分に対して、ボイスインジケーターですね。こちらのパーツ、こいつ。これがここの部分にね、カチッとはまるみたいですよと。ここにね乗っかるみたい。で、説明書の方にもありますけどね、ここですね、隙間に差し込めて書いてますんでね、これ自体はとりあえずこの状態だとキープされないみたいですね。はい、まあ、一応こんな感じ入れましたと。で、これができたらですね、ちょっと避けておきまして、先にこの辺ですね、こちらのところに対してパネルパーツを組み付けると。まあ形状合わせでつくはずなんで、これがねここにはまります。これもですね、クリアパーツなんで、はめ込むときにね、破損だけさせないようにね、注意しながら入れてあげると。で、このパーツ、これに対してこちらのね、くの字のやつをここに入れると。これもですね、入れ方ね、力いっぱい入れると割れますんで、注意しながら入れてあげましょう。あとこちらですね、この細いやつ、これもこういう風に入れると。これですね、左右間違えると入らないはずなんでね、とりあえずね、こんな感じで注意しながら入れてあげて、最後かな、このパネルパーツがここにですね、こういう風にはまると。で、これ今ね、入れた感じ、ちょっとここにね、バリがあるんですね。これのせいでちょっと入らない感じがするので、ちょっとこのバリですね、削ってしまいたいと思います。はい、処理が終わったので、もう一度乗せてみようかなと。うん、入りますね。ちゃんとこういうね、バリ処理もちょっとできるように、カッターとかね、デザインナイフとか、ヤスリとかを用意しておいた方がいいかなと。で、これができましたら、こちらのパーツですね。説明書の方で向きこうなっておりますけど、こちら側のところに、これですね、スピードメーターというかね、これが入りますんで、ここに乗っけてあげますよと。で、これが入りましたら、ここにですね、ネジ穴がありますんで、ここに対してネジを入れていきますよと。で、この時に使うネジっていうのが BP ですね。先ほどちらっとね、一度使いましたけど、このネジを使います。これもですね、先ほどのね、ボイスインジケーターとかね、これを組み付けた時と同様なので、一応破損させないように注意しながらね、ここのところにネジ込んでいきましょうと。で、これがですね、セッティングできたら、ネジ込みますけど、掴むところがね、あまりないのでね、ねじ込む際にパキッとやらないように注意しながらね、これをここにね、ねじ込んでいきましょうと。で、これがですね、入りましたら、こんな感じ。まあちょっとね、宙に浮いてる感じになりますね。はい。で、これができましたら、これでおしまいではなく、これをね、ガードするような感じで、このパネルパーツが、ここに入るのかな。で、向きとしてはこれで合ってるっぽいので、ここにね、セッティングしてあげますよと。こんな感じで入ったと。で、これができましたら、BP というネジをですね、また同じような感じで使って固定していきますよと。で、まずはここですね。一発。ここに対して一個入れましょう。とりあえずこれを入れてね、浮いてこないようにした方が楽かなと思いますんでね。ここにねじ込んでいって固定すると。これグリグリと入れてあげる。ここちょっと白化する危険性があるんでね、そこちょっと注意しながらになりますね。まあ、ここにギュッと。最後までねじ込んであげましょうと。そしてまたね、ネジを用意してあげまして、残り2箇所ですね、固定しますよと。で、固定する位置っていうのが多分ここですね。ちょうど今爪挟みましたよね。ここのところも同じような感じで入れていきましょう。ギュッと。で、ここですね、こちら側にもねちょっとあるんですけど、ここではなくもう1個ですね、こっち側の方に入れますよと。ちょっとね、説明書写真がちょっとだけ遠いんですよね。なので、ここの部分はね、若干拡大しておいて欲しかったかなってね、感じですね。はい。まあ、一応こんな感じでね、ねじ込んでいくと、今のパネルパーツがついたんで、こんな感じで組み付けることができたと。で、これができましたね。今と同じような感じで、今度こちら側ですね。人差し指が見えてるこちら側に対して、このパネルですね。
これがここにズボッと入って、で、位置合わせしたら、今度はまたネジをね、使って固定すると。その時に使うのが BP というネジですね。基本的にこの辺のね、パネル系は全部 BP というネジを使って固定するみたいです。で、これもね、同じような感じで固定していきましょう。まあ、ネジ込み自体はとりあえずね、問題ないと思います。ただ、先ほどから言ってる通りね、入れ方によってね、パキッとね、割れたりとか、剥化ですね。それだけ起こらないように注意した方がいいと思います。このね、裏面のこの影になってるところで、そういうことが起こるのはいいんですけど、これ、地表面ですね。こちらの面のところでね、ネジ穴っていうか、それがボコッと出るようなね、ことが起こると、かなり格好悪くなりますよね。一応そこの部分が起こらないようにね、注意しながらねじ込んで組み付けていきましょう。はい。そしてここのところモニターですね。モニターがこちら。これがですね、ここにはまりますよと。一応こんな感じかなと。で、この時にですね、見た目的にはこちらですね、青いやつ。それが一応こっち側かなと。そういう風にね、判断して付けることができるのかなと。それか逆かなっていうことでちょっと直してみようかな。ただ R がね、合うのかな。あ、こうですね。うん、こっちの方がしっくりきましたね。なので、こっちですね。右側のところにこちらね、青いやつ。これが来るように配置してあげて、そしてネジですね。これを組み付けましょうと。まあ、ここに関しては、今ね、やった感じ、上下間違ってつけちゃう可能性がね、今ちょっとだけありましたので、ここに関してはね、こっちだけネジ止めできるようにして、ここは軸でね、ズボッと差し込む。そういう風にした方が、上下のね、区別がつきやすかったような気がしますね。まあ一応今までと同じような感じでここにね、ねじ込みしていきましょう。まあこんな感じで組んでいくと。で、こちらですね、先ほどから言ってる通りですけど、ダッシュパネルっていうかね、こちらのパーツ、プラ製でね、非常に軽いです。ボリュームがあるんですけどね、軽いので非常に扱いやすいですね。はい。一応こんな感じでね、ねじ込んであげましたので、これでここの部分ですね、パネル系はとりあえずついたと。で、これがつきましたら今度ですね、ここですね。ちょうど私の指が覗いてる。ここの部分に対して、こちらのですね、クリアパーツが、ここにはまると。で、この時にですね、はめ方があるみたいなんでね、そこの部分も一応注意しながら、ここの部分に入れてあげると。これ、裏側とかにですね、上下の刻印とかがあったりとかすればね、もっとわかりやすかったような気がしますけど、一応ここですね、スポット。まあ、形状合わせで入りますんでね、こんな感じ入れてあげて、クリアパーツが見えましたと。で、これがですね、入りましたら、こちらのケースですね。こちらのパーツを使って固定すると。で、これもですね、一応奥までぐさっと入るんでね、それを入れてあげましょうと。で、これもね、うまくはまるかどうかっていうのがちょっと難しいんですけどね、ここの部分にしっかりと入れてあげまして、で、これが入りましたら、同じネジかな。BP というネジを使って固定すると。多分余剰品として1個ぐらいしか残んないんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、それぐらいの感覚で、まあ、ねじ込んで組み付けていきましょうかと。はい。で、これが入りましたと。で、これが入ったら、こちらのパネルパーツがここに入りますよと。ギュッとね、ここに入ったと。で、こんな感じで仕上がる。で、同じような感じで、またね、ネジ2本用意して組み付けていきましょう。これがですね、やってることはね、先ほどから同じような感じでずっと、ただただね、ネジ止めしていくだけなんで、とりあえず問題はなさそうなんですが、まあこれですね、点灯ギミックがあるので、最終的に LED か何かをね、取り付ける必要性があるみたいなんですよね。で、これ見ていただくとね、わかると思うんですが、ここのですね、こちら、ここの部分とかは比較的まだね、アクセスしやすいと思うんですけど、ここのパネルとかの奥ですね、こちら、ここのところに、ここですね、ちょっと影になって見えないと思いますけど、ここのところにそういうのをね、刺さなきゃいけないと思うんで、まあ結構やりづらいと思うんですよね。まあそこの部分は最終的にね、またやるときにお話ししたいと思いますがね、今の段階でちょっと不安を感じております。はい。まあ一応こんな感じでここまでできましたと。で、これができましたら、こちらのパーツですね。こちらのパーツ。で、こちらのパーツと。で、この時にこちらですね。この一番立体系のやつ。これが前面になると。で、これの裏側のところにこいつを入れると。裏側の形状ですね。それ合わせでこいつが入るみたいなんでね、ここにズボッとね、入れてあげれば OK かなと。で、これがですね、結構入れづらいですね。これかなり左右がね、分かりづらいので、どっちかというとね、こっちの裏側のところになんかね、ズボッと入ってっていう風になった方がね、分かりやすかったと思うんですけど、そういう構造でもないんでね、まあ、頑張って入れるって
ていう感じかな。はい。で、内側のところのね、はまりが悪かったりするとまっすぐ入らないんで、まあ、そこの部分をちょっと注意しながらね、ここの部分にズボッと入れてあげて、これでね、左右セッティングが完了したかなと。で、これができましたら、先ほど言ったパネルですね。これを裏側にね、ズボッと入れてあげて固定しますよと。で、その時にですね、こことここが、ここの部分に対して今度は AP というネジですね。こちら。先ほどまでね、BP というネジ使ってましたけど、今回は AP というネジですね。これを使いますと。で、3本入ってるうちの2本だけ使うという感じですね。で、これを出してきて、先ほど言った2箇所のポイントに対してねじ込んでいきましょうと。で、これですね。ねじ込むこと自体はとりあえず問題ないと。で、先ほどのダッシュボードの裏ですね。あれみたいな感じで、こちらとこちらにね、穴がありますので、多分ここに対してまたね、なんか入れるのかなと。そうすることによって多分点灯すると思われます。まだそこまで至っておりませんのでね、果たしてどうなるのかっていうところではありますけど、一応ここにね、ねじ込んであげるよと。はい。一応これでできましたと。で、本来はですね、これがですね、ここに入るわけですね。して、ステアリングコラム、まあハンドルですね。それがここに入ると。まあほぼこれでね、運転席というか、これがだいぶ完成してきた感じですね。はい。で、先ほど言ってた通りですけど、こちらのね、ステアリングコラムを作っていこうと。まずはこちらですね。このパーツの裏側のところから、この赤いやつですね。このパーツをここにね、形状を合わせて差し込んであげましょうと。で、これがセッティングできましたら、このパーツをここにね、重ね合わせてあげると。で、これがですね、セッティングができましたら、GM というネジですね。こちらのね、このネジを用意して、2本使って固定すると。で、1本予備ですね。になりますよと。で、こちらを使って固定しますが、まあ、先ほどからね、言ってる通りですけどね、これですね、5号の説明書に、これのね、組み付け方が載ってるわけですね。でも、あまり意味はないかなと。別に4号、その中だけで完結できたと思うんでね。なぜわざわざこのパーツを保管パーツにしたのかがよくわからないんですけどね。まあ一応今回ね、組み付けやっておりますが、一応こんな感じ。ちょっとね、ここ、奥まったところっていうか、ちょうど作業しづらい部分にね、ネジ穴が来ておりますんでね。ちょっと注意しながらね、組み付けてあげる必要性がありますけど、まあ一応こんな感じでつけてあげればいいのかなと。これでステアリングコラムの方が完成ですね。で、ここですね。赤いパーツ入れましたけど、以前紹介したエンツォフェラーリの時はね、ここのところホーンボタンを押すことによってね、クラクションありましたけど、今回のナイト2000ですね。まあナイトライダー。こちらの方にはないみたいですね。なので、ハンドルですね。まあ過剰にひねるとダメでしょうけど、ある程度動かしても、中の配線が切れるってことはないんでね。その部分はちょっと心配がなくて、まあとりあえずいいかなっていう感じですね。はい。一応組み立てはここまでとなります。うん。ナイト2000の中でもね、やっぱり印象的な部分であるこちらのパーツですね。ダッシュボードとかね。ここの部分がね、とりあえずこの形になったのは非常にいいですね。こちらのパネルパーツも、とりあえずクリアパーツ成形になっておりましてね。非常に細かく作られていると。あとはこれにね、点灯ギミックがついて光ったりとかした時、それがね、非常に楽しみなね、内容だと思います。まあちょっとあとここのパーツですね。ここの部分がちょっとね、組み付けがね、分かりづらかったような気がするんで、あと奥まったところに入れる関係でね、こっちのちょうど裏側のパネルですね。ここのところにブスッと差し込んで組み付けるって方式だったらね、もっと楽だったと思いますけどね。まあ一応こんな感じのパーツもあったりとか、なぜか別な号の組み立てになったっていうね、こちらのステアリングコラムですね。これも歴史ではいいと思うんですかね。なぜ分けたのかがよくわかんないですけどね。一応こんな感じになっておりました。うん。今号だけでもね、非常に楽しめる内容だったと思いますね。はい。ということで今回ですね、デアゴスティーニの週刊ナイトライダー、こちらの中の4号ですね、こちらの組み立てやっていきました。はい。またですね、今度新しいのがね、届いたりとかね、ある程度溜まりましたらまた紹介やっていきたいと思います。はい。ということで次回ですね、次回はいよいよ2500回ということでね、まあ記念のいつものあのキャラクターですね、それをちょっとやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。